ジョン・コンプトンはセントルシアの政治家。三度にわたって同国の首相を務めた。イギリス植民地であった1964年から1979年までセントルシアを率いて、1979年の独立後は最初の首相に就任した。その後、1982年から1996年に再び首相を務め、2006年から3回目となる。 首相に就任していたが、在任中の2007年9月7日に急生した。1925年、セント・ヴィンセント・グレナディーンのカヌアン島に生まれ、セント・ルシアには1939年に渡っている。1948年から1949年にかけて、ウェールズ大学で経済学と法学を学び、その後1951年まで、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで学んだ。 1954年に行われた選挙に、ミクトデナリー地区から無所属で立候補し、当選を果たす。その後セントルシアロー党に加わり、1958年には貿易生産省に就任するとともに、ジョージ・チャールズの下で SLP の副党首にもなった。しかしその後、チャールズの方針に反対して、SLP を去り、他のメンバーとともに新たに、 国民労働運動党を旗上げした。1964年他の野党と共に統一労働者党を結成した。同年6月に行われた選挙で UWP は勝利を収めた。コンプトンはセントルシアの独立のために活動を行った。セントルシアがイギリスの自由連合になった際には、より独立に近づくための動きとして、 党内の問題を担当するセントルシアの政府を置き、1967年3月1日に首相に就任した。そこに至る過程として、コンプトンは1966年の4月から5月にかけて行われた議会において、イギリス政府を異なる人種のための二級市民権を助長しているとして、非難し、解決を求めた。1968年に結婚、妻との間に、 その後5人の子供が誕生している。1974年に行われた選挙で UWP が勝利を収めたことから、コンプトンは独立に向けての交渉をさらに進め、1979年2月22日にセントルシアは独立を果たしてコンプトンは初代の首相に就任した。しかし独立後に行われた最初の選挙で UWP は SLP に敗北し、 コンプトンは辞任し、野党党首として政治活動を続けることとなった。その後、SLP 政権は1982年1月に倒れ、同年5月に行われた選挙で UWP が再び与党となったことから、コンプトンは政権に返り咲くこととなった。1996年に後継者であるボーオン・ルイスに政権を譲るまで首相を務め、政権前長後は、 法律顧問となった。首相在任中のコンプトンは、保守的で親西側諸国、反共産主義の方針を打ち出していた。また、カリブ海地域における地域統合にも、精力的に取り組んでおり、1996年に公職を指示属祭にも心残りの点として、バラバラになった人たちがカリブ海の上に散らばっていると言及している。2005年3月13日に、 スフレで行われた UWP の党大会で、ボーン・ルイース135票に対してコンプトンが260票を獲得し、再び党首に選出された。当時79歳のコンプトンが党首に就任したことに対し、当時政権党であった SLP からは、古臭いと揶揄されたが、コンプトンは、翌2006年12月11日に行われた選挙で UWP を対象に導いた。 コンプトン自身もミクト北部の選挙区から立候補し、SLP のサイラス・ウィルソンに圧勝して当選を果たした。12月15日に3度目となる首相に就任し、19日に自身が増床を兼ねる組閣を行った。2006年の選挙立候補の際、高齢であるためどれほど正解で活動できるかという疑問に直面した。しかし、コンプトンは、 オリンピックに出場する準備はしていなかったが、国のリーダーシップを取る準備はできていると語ったと言われている。2007年5月1日、定期健康診断のため訪れていたニューヨークで入院。19日にはセントルシアに戻り、6月上旬には内閣改造を行った。この際、それまで兼任していた蔵省をスティーブンソン・キング首相代理に引き継いでいる。 7月11日には他の閣僚らとの会議にも出席した。しかし7月下旬、2007年末までに辞任することを表明。8月26日にはカストリーズのタピオン病院で肺炎による感染症で呼吸困難が発生していることが分かった。9月1日に肺炎治療のためマルティニークに渡ったが、病気は悪化し、人工呼吸器が必要な状態に陥る。 4日、医師が、回復は、絶望的と判断したため、5日に再び、セントルシアに戻り、7日に、タピオン病院で池を引き取った。首相代理のスティーブンソン・キングは、8日から2週間に、わたって、追悼の期間とすることを宣言した。コンプトンの国葬は、9月18日にカストリーズで行われた。翌19日に火葬が行われ、生前の希望により肺は、 彼の地元の川に流された。どんな CD、パスカルパスカル、S Journey Archived 2007年9月27日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ザ・ネーション、ディセンバー15、2006。ありがとうございます。